はい、どうも、無血のお待ちでございます。というわけで、明日、8月の20日になるんですが、NGT48 ね、個別握手会が HYBE長岡であるということで、そちらにね、行っていこうと思うんですが、今回はですね、皆さんね、YouTuber の方、結構たくさんの方が動画上げてますけど、YouTuber 24時間密着というのをね、やっていこうかなと思います。ただいまの時刻が、8月19日の5時43分なんですが、それからね、明日の同じ時間ぐらいまで動画を撮ろうかなと思っております。これからですね、前乗りでおじの家にね行くんですが、そちらからね、HYBE長岡の方に明日の朝向かいたいと思いますので、今からね、電車に乗っておじの家まで、1時間半ぐらいかなかけて行ってきます。その前にね、1本動画、編集してあげたいなと思うので、それをやってからね行きたいと思います。明日なんですけど、ちょっとね、本当はケンさんが一緒に行く予定だったんですけど、ちょっとね、風邪ひいたらしくて、もしかしたら来れないということなので、まあ、ワンチャン明日現地で合流したら動画一緒に撮れるかなと思うんですけど、ちょっとね、それもなかなかできるかどうか分かんないのでね、まあ、ただクリは現地で合流っていう約束をしているので、クリともね動画撮れればいいなと思います。というわけで、まずはね、おじの家に行きたいと思います。はい、というわけで、ただいま時刻が21時12分でございます。というわけでね、ご飯食べたりとか、生放送の準備をね、やってたのでこの時間になってしまいましたが、この後ね、10時から、もうちょっと準備をして生放送をやりたいなと思います。あ、どうも、はじめまして。あ、自分全然ですよ。言うて握手会はリカちゃん2枚のアユタロ2枚っていうだけなんで。ちなみに今、リカちゃんがショールームやってて、あ、琥珀行きますよ。そう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 、ショールーム映ってたんですよ。ちなみに、これ映るかな。はい、というわけで、ただいま12時15分過ぎたところですね。というわけで、生放送が今終わったところなので、これからね、明日の準備をして、行きたいなと思います。というわけで、このね、次ではもう多分明日の会場入るところぐらいなのかな、出発するところかな、また動画撮ってると思うので、明日の自分にパスしたいと思います。おはようございます。というわけで、8月20日の5時41分というわけで、握手会当日でございます。というわけで、これから準備してね、現地に向かおうと思います。では早速行きましょう。はい、というわけで、ただいま11時40分でございます。先ほどですね、並んでグッズを買ったので、後から開封したいと思うんですが、これからね、第2部が始まるので、2部のレーンに並んでいきたいなと思います。というわけで行っていきたいと思います。私は西村奈々子、収入を取って2枚かな、2枚で、どうでした？1回1回で行ったんですよ。1回目どうでした？1回目はね、ちょっともうテンパってましたね。なんかキョロキョロしちゃって、キョロキョロして、はいはいはい、怒られちゃいました。怒られた？どんな感じ？入ったら、じゃあクリから開ける？1枚目開けてください。1枚目でん、おっ、リッタ、うん、菅原莉子さん。はい、というわけで、はい、というわけで握手会2部を追ってきました。今ね、12時53分、見えるかな。というわけで、この後ね、またお昼食べて3時行こうかなと思うんで、そんな感じで、まあレポはね、また別であげると思うんで、一回ここで終わります。インパクトがすごいです。そうね。栗はミハちゃん2枚かな。ミハちゃん2枚、はい、どうでした？で、ナゲットの渡し会以来だよ、直接向き合って話すのみたいな話をしたら、第3部の握手会行ってきて、今がですね、3時半ぐらいかな。はい、はい、まあ、あとね、栗と、もう一人ね、おじさんがまだね、4部まであるんで、自分はそれまで待ちたいなと思います。その間ね、ちょっと動画の案だったりいろいろ考えようかなと思います。どう、そのブース入ったらどんな感じでした？どうだろう、やっぱおーってなった。おーってなった。会話的には、おー、はい、というわけで、ただいまですね、19
10時過ぎたとこかな。はい、はい、というわけで、24時間密着でずっと動画回しましたが、うん、動画を撮りながら握手会に参加しながらこんな感じで、まあ、MK2 チャンネルはね、うん、動いてるという感じですね。まあこの後家に帰って、うん、まあさらに編集っていう作業が残ってるんだけど、はい、はい、そんな感じです。どうでした握手会、初めての握手会か。まあでもいい経験になりましたよ。そうね、まあ、どんな感じでやってるんだろうとかさ、どういう風なあれなのかとか分かったからね。あ、まあ自分は結構いろいろ喋れたから良かったかな。はい、というわけで、この後ね家に戻って、編集しようかなと思います。というわけで、24時間密着でした。終わります。動画見ていただきありがとうございます。概要欄などから他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。